にちは。今回はこの重たそうに抱えているこちら手羽中ですね。2箱分大食いします。はい、で唐揚げ屋さんにあげてもらいに来ました。そうです。無限に食えるやつです。はい、お疲れしてます。はいはい、なんであげてもらうだけ。これあげてこれあげてー。しょうがない、あげようかな。何本分になってですかね。2箱多分500本ぐらいじゃなか。500本。6人で食えますかね。無理やなか。お客さんやったら足らんでしょうけどね。おいやったら足らん。おいと人望やったら足らんで。でも手羽中やったらね、無限に食えるけんね。はい。絶対食えますって。20分ぐらいでもどっぺし。食えますって。じゃあこれよろしくお願いします。はい。全部だろ。はい。はい。あ、ごめん。じゃあ揚げてもらいます。揚げていきます。はい。よろしくお願いします。量が多いけんちょっと量を多めに入れようかな。揚げ方はもう釣り用からキッチンカーの揚げ方で。はい。よろしくお願いします。二度揚げしますね。はい、味は2種類ね。甘だれと塩がいいですね。塩はもう適当にバーッとかけるか。いやマジでこれ無限に食えるけんマジで。二度揚げします。はい、お願いします。でいつも通り作っていくね。はい、中華で販売してるように。はい、これが美味しかった。次はいけそうじゃないか。このことは大丈夫。はい、二度揚げからの甘だれが最初に。甘だれを作りましょうかね。唐揚げも美味しかばってん、手羽中もマジでうまい。はい。じゃあこんな感じでどんどん揚げていきたい。はい、お願いします。意外とね、これ下味についとらんけんさ、意外とね、味のせ結構かけてる。なくなるまで。最初だけじゃない。これで、そうそうそう。はい、いや、これも美味しそう。パスね。はい。じゃあ持って帰って食べまーす。はい、戻ってきました。すごいというわけでこの量でございます。これ全部手羽中でございます。ハマグリ大量思い出したもん。でも合計何本かがね、あんまり分かってないっていう。何で数えればね、約10キロやったっけ、やったかな。俺忘れそうだから。というわけでスタートです。大丈夫、お腹膨らまかしてよか。それで全員でいく感じね。全員で行っちゃいます。宗男さん食べんでよか。それじゃあ待て、よし。うまっ、うまい。手羽中マジこれ無限に食えるじゃん。うまいよね。早食いじゃなくて大食いや。あとはいつそれ300にな。いつその米が300にな。もうすぐ300なんです。みんなで大食いやけんが、もうこれをなくしていきましょうっていうあれやけどね。なんだかんだ食えると思う。そうそうそう、いっぱい食うんですよ俺。でも早速置くよ。これの数でいいよ。これは無限や。量ね、うん、を締めていかんとジェンガみたいになるんじゃないかな。おいしい。余裕よね。無限よ、これなくなるね。これ不思議ね、太い骨と細い骨が、うん、なんかこう半分にうまっ。 全然言えない。まだまだ昼ご飯は食べました。結構塩から攻めてってみんなタレから攻めて。俺も塩から攻めて。塩が一番いい。均等に食べてる感じね。塩から攻めた後にタレ。同じ量感ですね。まあ見てる人は持ってるでしょうけどね。これ。 すごいやん、こんな食べたら。美味しいからこそこんだけ食べるのあったろって。こんな食べていいんですか？いいよ。夢やったろ、夢。夢ですね。大食い企画、ずっとやりたかったんですよ。まあ俺5合ぐらい。あれは10本かな。うん。 うん。 油が面白い。味変。ポン酢マヨネーズ。マヨネーズソース。マヨネーズいく？ブラザーソース。ブラザーソース。味変したらいい。絶対辛いやつがいいと思うよ。辛いやつ。辛くして。 言うたね。地獄の一撃にまず。全部持ってきてやってん。俺はいらんけどね。止まってるじゃない。どっちかいいや。休憩休憩。 眠くなってまだその段階だよね。塩辛い。これまた何本ぐらい？ 20た？これまっすぐ29。うわ早っ。年の数は変わんね。もう超えちゃった。やべえ。やべえ。美味しくなくなってきた。油がね。 油にやられるね。やっぱタレの方がくる。やっぱくる。全然くる。もうタレの方にちょっと手の伸びだくなる。タレ2個しか。僕今タレ。おい。これタレ30分。塩ばっか食べよくともうタレには戻れない。戻れんし、いよいよ塩まで美味しい感じ。ただの塩と油に。 もういいよ。これ結構均等に食べる。あ、ちっちゃいの選んだ。ちっちゃいの選んだ。ラミ食べ始めた。そうだね。あ、ようなんか。やっぱりね、急に来たい。最初の一口えらい美味しかったけどね。何でも食べるんですよ。ダブルチンで。 放送事故なる。こんにちは。食べてへんやで。ビールもあるよ。ビールも。食べてへんやで。これ。ええんか。ええちゃう。ちゃうか。ええと思う。あ、でももうちょっと小田さん詰めて自分の間でいって。いや、俺やもう。いや、俺はもう一回止まったけんが。うわ。最初からどこ。おしおしおし。うまいわ。うまいわ。めっちゃうまいじゃん。うまっ。たまに口笛深いね。ピッコロさんに怒られる。おしおし。うまいわ。あなた何してる？もう食べないで。やちゃん村さんのバスケしてる。レタスです。レタスも何本今の？いや、これ全部で何本？わかんない。相当あれやろ。これはやわらかい。レタスよりキャベツがいいかな。たくの今のところ？今62。62？マジ？本当だ。102やろ。こうたくんのペースもこうたくんのおらんけ今200本ぐらいじゃないでも6胸尾くんも40って言ったろ、だから140とっちゃんが30ぐらい、70ぐらい。20本として。おいしい。僕最初はね。まだ250本とかぐらいですよ。ちょうど半分ぐらいなのかな。いってない？これ500本ある。頭に油が回ってた。ひょっとしたらね、700個はあったかな。じゃあ、徳ちゃん、ご飯とみんな、それを思うんですよね。早いね。徳ちゃん、早かったもんね。いやいや、でもよ、見とるけど。ちっちゃいやつね。結構やってる。何美味しかったのに。あ、止まった。止まった。止まった。23。すげえしてた。で、ロングラン。これがだってかもだけど。ロングランやってるみたいです。そういけ。もう結構食べたっすね。ああ、もうダメだ。もう本当に無理。よし、あたさんどうぞ。これ無理だ。大ぶりだ。ラウンド2とかないけ。ラウンド1でノックアウト。釣りだ。手こいたやろ今。こいつね。手こいたやろ。なんで勝手にじゃん。マリモがくしゃみした。マリモがくしゃみした。ちょっとやっちゃう。よし。見事食べきりました。待って。徳ちゃんが何本？俺ね26かそんぐらいかな。26か7。児玉さんは？40ぴったり。ナイス。年の数。俺20。これ30、これ25、これ31。おお、ジンク何本って言ったっけ？50ぐらい食ったんじゃないかな。50と宗男さんも40いくつっていう1がどうかっていうんだけど、トータルこの辺に出てるね。俺は66。定年やんもう。ダブルスコア。今回みんなの力を借りても完食はできんやね。いやでも半分はいったんじゃないかな。洋来さんがいたらここぐらい食べてしまったんじゃないかな。いやどうやらね4050ぐらいじゃない。まあ油もんは基本的ということですよね。そうね、おじさんやけん俺震えが来るけどね。煮物やったらね、煮物はこれ煮るってね。今度煮るこれ食えよダメ。あさりあさりあさりね。はい。じゃあ次とか。ラムネ。まあこの部分はもうみんなで家族に持って帰ったり、周りの人で美味しく食べます。はい。ちょっと、美味しかったね。美味しかった。途中まではね。ご視聴ありがとうございます。3岡酒岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは3岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。